皆さんこんにちは、佐藤佳代です。どうも、のぞみのです。今回はですね、井上さんの YouTube のチャンネルにお邪魔して、もういろいろね、喋りましたね。かなりもうぶっちゃけて、もういろんなことをぶっ込みながら喋ったんですけど、何ですか？なんでさ、内側のチャンネルの時はさ、うん、ラブラブとか言ってたのに自分のチャンネルではやらへんの？いや、なんかほら、井上さんチャンネルはもうなんか乗っかればいいかなぐらいなすごいフリーでやってたから、もうなんか甘えそっち？そう、甘えてた、うん、ラブラブしてるのは井上さんのチャンネルで見ていただいて。あ、そういうことね。そう、でも私もせっかくだから、うん、ちょっとまだお話ししたいと思って、はい、ちょっと私の方から、うん、あのインスタグラムで質問をね、はい、いろいろ募集したんですよ、うん、そしたら結構質問来て、うん、でそれにちょっと2人で答えていきたい。あ、分かりました。もうほんとフリージャンルで来てるんで、うん、いいよ。いいですか、うん、NG とかないですか？ない。大丈夫、うん、じゃあもう早速いきますか。いきなりこの質問って思うかもしれないけど、うん、幸せですか？宗教の入りみたいになってるよ。幸せやね。幸せですか？もちろん。もう今42になったんですけど、はい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 、42でありがたいことにお仕事もいただきながら、はいはいはい、奥様という伴侶もいただいて、はいはい、自分がやりたいなって思うことの 70% ぐらいは実現できてるって感じ。へー、うん、だからそこまで実現できてたらやっぱ幸せや。うん、家帰って好きな人がいて、お酒を飲み交わすこともできるし、はいはい、でお仕事でこういろんなお仕事もさせていただけてるし、うんうんうん、でもまあ 30% ぐらいはできてないこと、やれてないことはいっぱいあるから。え、何？逆に気になる、そのやれてない 30% は。いや、それはもっと仕事でこんなんやりたいとかもあるし、はいはい、じゃあ例えば子供がいたらなとか、はいはい、ああ、そっか、これからの。うん、そうそう。あ、そういうことか。だから死ぬ時にこの円グラフが 100% やりたいことで埋まって死ぬのがベストやと思ってる。じゃあもう目標とかちょっと細かく決めてやっていくタイプですか？めちゃくちゃやります。後輩陣と毎回新年会やるんですよね、お正月。一、うんうん、人ずつ今年の目標を言おうと。で、今年の目標も叶わない目標は勝手に掲げてくれと。ほう。ギリギリ頑張れば叶う目標を3つ言おうと。はいはい。でそれを叶える1年にして、それを来年の新年会で叶ったかどうか確認しようぜっていうのを毎回やってるんだよ。へー、なんか素敵。だから例えば僕なんかで言うと、うん、2022年の正月の新年会で挙げたのが1個がやっぱ結婚。あ、じゃあもうそれ書いてたんだ。そう、叶ったから。そうそう。ね、もう1個は YouTube の登録者数20万人ぐらいにするかな。おー、それはまだ叶わなかったんだよ、うんうん、あともう1個がテレビのレギュラーを1本取るとかやったかな、うん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 、それはまあ一応かなって。だからいう、なんかギリギリ頑張れば届くやつ、はいはい、実現可能レベルな目標をみんなで言うようにしてるの。もし言われたらどうする？2023年の正月新年会井上会に来たと。これ全員言わなあかんから。嘘でしょ。自立するとか。いや、かなうやつ。すぐかなうやん。いやいやいや、全然してないの。あ、そっか、あと2つ。そうよ。そう、結構3つって結構出ないのよ。出ない、うん、まあ、じゃあレギュラーとか、うん、1本取る。取る。で、しかもこれ報告しなきゃいけないんだもんね。そうやね。1年後、うん、できたかどうか。そう。彼氏作る。ああ、いいやいいや。リアルじゃない？リアルやる。リアルリアル。そういうのがええねん。あ、まあ、だって、旗から聞いてたら、うん、できるよそれって思うけど、はいはい、自分の中ではギリギリのラインやん。だから一応なんかこういうのを掲げてみんなでわーって決めてたら、一応なんか頑張る小さい種にはなるやん。まあ確かにね、うん、なんか思い出しますしね。そうそう。え、じゃあ去年のその掲げてた時からもう結婚するっていうのは決めてらっしゃったんですか？そうね。結構付き合い長かったんですか？3年半ぐらい付き合ったから、俺が振られなければ、俺が浮気さえしなければ結婚するやろうなと思ったから。え、なん、どういう瞬間で結婚しようって思うの？いや、それはもうね、結果タイミングと言ってしまえばそれまでやけど、ああ、俺やっぱコロナが大きいよね。あ、そっか。人生でさ、仕事もせずに家にこう1年こもるなんかなかった。あの1年は特に。そうやろ、うん、でもその時にもう一緒に暮らしてたから、同棲してたから。そうなんですか。そうそう、そうなって同棲中でずっと家に一緒におる、うん、外食行けない、うんうん、家で自炊が約1年ぐらい続いたわけやから、うんうん、がそこまで苦じゃなかった。もっと喧嘩するんかなとか
もっとなんか一人の時間欲しいねんって思うかなと思ったけど、家でさやることないから、テレビゲームやろうかっつって二人でピクミンやってたのよ。それを二人でやって横でピクミンやりながらキャッ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 言ってる奥さん見て、俺もピクミンして、わこんなゲームやったやんピクミンって思った時に、幸せかも。CM 狙ってるんですよ。違う違う違う、頑張る無理した幸せじゃなくて、なんか当たり前の中にある幸せみたいなのを感じた。そうそう、うん、それはやっぱ大きかったね。一緒に住むの初めてだったんですか。毎回毎回同棲する。いますよねそういう方。何やねその言い方。何がわかんねん。いや全然羨ましい。私住んだことないんですよ。なんでなん。いや私結婚の理想論は1週間の半々別々に住むのが理想なの。一緒に住む家ともう一個だけ別の家を持って。めちゃくちゃ金かかるやん。いやでも全然そんな、なんだろう、そんなワンルームとかでいいんで、うん、で二人で住む家は二人のお家があって、うん、で例えば日曜日から水曜日まで一緒に住んで、うん、で木金とかは片っぽはこっちの家、うん、で次の週は私がこっちの家みたいな、うん、そういうルーティンしたい。例えばじゃあ1週間の何日かをさ一人で過ごしたいわけやろ、うんうん、1人で何かをしたいっていう理由があるってこと。いやもう別に一人になりたい瞬間があるってこと。ある。だからうまくやっていくために一人になりたい。仕事に行ってるって一人や。もうそうだけど、やっぱりなんだろうな、何も考えないでソファーにピタラーンって一人の空間で、うん、まあその考え方あったら結婚無理よね。無理だと思う。俺もそのタイプやってね。あ、昔？そうそうそう、うん、でももう、あ、一人の時間がなくても大丈夫やな、二人でいるけど一人の時間ぐらいリラックスしてるなって思えたから結婚に至ったわけよ、はいはい、あ、だからそういう人と出会ってないのかも。まだ。あ、そうあるかも、うん、うん。もうじゃあ誰かいい人いたら幸せのおっさんわけで。わかった。でも理想高そうやもん。全然全然、もうなんか一人でずっとゲームやってても変な目で見てこない人。どれぐらいゲームやるんですか。一日一番長い時で12時間とかやった。ワンタイトル。ワンタイトル。俺はちょっとそれ無理だな。え、なんで。喋ろうよって。仮にじゃあゲームはやってもいいけど、はいはいはい、テレビ見たいし、別の部屋でやってくれる分にはいいかな。でも別の部屋でやられたらなんか別居感出るやん。あー、そっかそっか、一緒に住むとはみたいな。そうそうそう、はあると思うね。じゃあいい奥さんでよかった。まとめ下手やな。ね、ちょっとこれ聞きたいのあったんですよね。何？芸能界で一番かっこよかった人、可愛かった人。もう即答です。え、みんな可愛いを大前提ね。もちろんね。圧倒的オーラ、もう顔というよりかオーラがふわーって輝いてた人。はい、広末涼子さん。うん、もうえぐかった。死ぬまでに一度お目にかかりたいですね。うん、ライト見てんのかなってぐらい輝いてた。え、それ何年前ですか。6年7年前かな俺。あ、まあ仕事で出会ったのがそれやねんけど、はいはい、それの前に表参道の美容室に行くときにこう歩いてて、はい、バーってすれ違ったときに、うんうん、なんや今のってなって、うんうん、ナンパしようってなって、おまだだから20代後半30代前半ぐらいだから、えぐいぐらい可愛いと思って、でついてって追い抜いて、うんうん、で振り返ってナンパしようと思って顔よく見たら広末さん。あ、そこで気づいたんですね。あ、こらあかんあかんあかん、あんあんあん、パーって通り過ぎてすれ違った瞬間に可愛いって思ったから。あ、もうじゃあもう忘れられない、もう声かけずにはいられないぐらいの。うん、めちゃくちゃ可愛かった。それが一番最初。まあ世代がちょっとちゃうからやけど、はいはい、俺はもうビーチボーイズの時にまず好きで。そうですよね。そうで、広末涼子さんってもちろん清純派、はい、やったけど、まあ若い頃芸能界のいろんな荒波に揉まれて、まあ良くないスキャンダルもあったから。あ、そうなんですか。そうそうそう、そんなんも経てやんちゃもして、今しっかりお母さんになって素敵な女性にっていう、このやっぱ善と悪両方持ってる人の方がなんか俺大きい存在になると思ってんだよ。まあ人間らしいですよね、うん、人間味というか。そうそう、うんうんうん、なんかそれの最たるもんって感じやな、うんうんうん、広末さんは。だから奥深いなんか女性の魅力があるよね。こ
こまで思ってるって思われたら絶対喜んでくれますよね、うん、ワンチャンワンチャン今何としましたワンちゃんワンちゃんね、はい、ワンワンのワンちゃんえ、じゃあかっこいい人はかっこいい人は、はい、これはもう本当すれ違っただけね、はいはい、喋ったこともないし、はい、仕事でお会いしたこともないけど日本テレビのエレベーターパーって開いて、うん、降りようと思ったら乗り込むので待ってた男性、はいはい、もう見た瞬間かっこいいってなって誰この人になら男同士でもうわ抱かれたい何それすごいって思った男性が反町隆史さんもうビーチボーイズめっちゃ好きじゃないですかあやっぱり人の良さも全部込み込みで言うとやっぱ上戸彩ちゃんはえぐいね可愛いはもちろんやしね思い出的には自分が M1 グランプリ取った時まあ言ったらねアシスタントもやってるでめちゃくちゃええ子あアメトークで上戸彩芸人ってあったのよ、はいはい、昔、はいはい、でわーって喋って、うん、最後サプライズで上戸彩ちゃんが来たのよ、はい、でわーびっくりみたいなね、うんまあ、番組終わって、はい、上戸彩芸人8人ぐらい出てたのかな芸人さんが、はい、ほんなら上戸彩ちゃんがお疲れ様でしたーつって一人一人にちっちゃい手紙を渡して手書きのそうそう別にカメラも映ってないところやで、ねうん、ほんであの私のこと好きって皆さんが言っていただいて本当感謝してますみたいな渡していただいて家帰ってさ見るやん、うん、まあどうせコピペじゃないけど、うんまあ、みんな同じ文面やろうなと思ったら、うんうん、中開けたらもうこれ俺に向けての手紙なんだよなんで書いてあったの？なんかその M1 グランプリで優勝した時にご一緒できてとか、そっからもいろいろご活躍あのいろいろ見させてもらってますみたいな一緒のこう共演した話とかも絡めて書いてるからあこれ多分一人一人に違う文面書いてんねやと思ったらなんていい子なんだと女神ですねいやほんとそうまあ上田ちゃんもやっぱ好きね私も手紙とか書こう今日何も用意してこなかったえ、私逆にいいですかかっこよかった人可愛かった人あ、誰可愛かった人は絶対誰が見ても可愛いだろうって思うと思うんですけど、うん、少女時代おお。少女時代を生で見た時はもう泣きそうになった俺は生で見たことないからファンタジーやわファンタジーですよね実際におるかどうかもわからんもんわかんないですよね、うん、で特にやっぱあの当時日本のこう音楽界にその韓国のガールズグループとかが出てきて、うん、今まで日本にはなかったなんか女の子のジャンルとか、うん、ちょっとセクシーで、うん、かっこいい感じあれがもうたまらなく好きで、うん、可愛かったなめっちゃ憧れて、うん、そういうのもきっかけで韓国に住もうってまあなるのはわかる思ってえ、男性は男性は、私日本の芸能界で好きな男性のタイプ誰ですか、うん、芸能人に例えたら誰ですかって言われたら絶対いつも言ってる方がいて、うん、その人に会ったんですよ、うん、めっちゃやっぱ生で見たら、うん、もうかっこいいってなって、うん、中山きんに君しょうもないなんだよ何を言ってるんですかいやかっこいいねいやもうなんかえ仲いいんですかいやきんに君同期やからそうなんですかいや、筋肉かっこいいでもちろん肉体もそうやし別にフェイスもさ、悪くないしでも、この広い芸能界で一番を筋肉にあげる人は俺は信用ならん、はい、え、なんで私、ど真ん中なんですよ付き合いたいうんそこやがな、よーいいや、違うの、好きすぎて私からの一方的に付き合いたいとか言えないだって絶対モテるもん絶対モテる筋肉うん筋肉がこんなことわかんない本当こんなこと言ったら営業妨害になるかもしれないけど、うん、アメリカかなんか留学されてる時に、うん、多分その同じ学校だった人が、うん、私友達で、うん、学校の中で一番可愛い女の子と一緒に歩いてたって、うん、歩いてたやろでいやモテいやいやモテると思うで、ね、筋肉優しいし優しいな面白いし、うん、やけど、うん俺反町隆史さん出してんねん、はい、筋肉で戦ってくんだよなんでよ私の中の反町隆史さんは中山筋肉なんですよだから大体もう友達と飲んで2丁目とか行って中山筋肉かっこいいってわかるって言っていつもお酒飲んでえ、私さ、これ個人的に聞きたいのよ。なんでしょう井上さんのチャンネルで口説かれた芸能人は、うん、みたいなのがあったと思うんですけど、うん、逆にじゃあ、ちょっとぶっちゃけてもらうっていう意味で、井上さんの嫌いな芸能人。嫌い
まあ、好きな俺あんま人嫌いにならへんから、うん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 、そうだとは思うんですけど、まあ本当なんかもしいたら嫌いな芸能人やろ、はい、あの人わかる、はい、俳優さんですよね。俳優さん、俳優さん、はいはいはい、は別にその方がどういった心情やったかわからんけど、何やったかな、なんか収録で、まあ、芸人さん何人か出てて、うんうん、で俺も出てて、うんうんうん、ちょっとなはっきり覚えてないんだけど、まあ俺の振る舞いが良くなかったのか何なのか、まあなんか俺は言うたのよ、うんうん、だからさんがうっせんだよね。え、私そこいたかも。いた、めっちゃ昔じゃない。そうそう、あ、私そこいた、おったか、うん、そう、俺誰が出てたかとか、あのヒデさんが MC やったってのは覚えてんねん。なんか特番かなんかで、そうそうそう、結構ひな壇バーっていて、私いた、まあなんかそれ言われて、でもこっちはもう喋らんだからわーって言ったら、もうつまんねえから黙っとけよみたいな感じでわーって返されて、で同じ出てる芸人さんにも、なんであんな振る舞いされんねんかな、お前なんかした、いや初対面ですみたいな、はいはいはい、待って、だから勝手に俺が嫌いというよりかはめちゃくちゃ嫌われてるから、なんでっていう話ですね。そうそう、なんかしましたか、うんうんうん、でそっから一時だから、もうその仕事で以降ご一緒したことなかったから、へー、まあなんか好かれてないし、俺もじゃあ好きになる必要ないし、やだなって思ってたら、そっから何年後かに雑誌の連載がなんかね、対談相手を、はい、俺を指名してきてくれて、なんで分からん、ほんでなんかしゃべって、まあだから俺その時ポジティブいいキャラでやってるな、はいはい、ネガティブだかな、ネガティブとポジティブの対談みたいな感じで時にしゃべって、その時はものすごく優しくてええ人やったっけ、うんうん、だからまあよう分からへんけど、その昔波があった、冷たい時はなんか精神的に、うんうん、なんかちゃう日やったんかなと思って、今はあんまりなんとも思わないけど、はいはいはい、あの当時は、まあ、言葉悪いけど、お前なんやねんって思ってたよ。でもやっぱ芸人さんだから、なんかこうバッてなったら入ったりポッてなんか投げたりとかすると、なんかすごい冷たく足流れてるのをなんか覚えてて、うん、なんかすごいかわいそうだなと思って。芸人さんにかわいそうって一番大私もね、一回なんかもう、え、なんでみたいなことあった。何された？なんかその番組中じゃないんですけど、うん、裏でいろいろあることないこと言われたりして、うん、なんですけどまあなんかあんまり事細かに喋ると多分バレるからふわっと喋りますよ、うん、結構その当時のテレビ出てる、まあ、女の子とかで同世代とかと結構メイクさん被ったりとかするんですけど、うん、同じヘアメイクさんで、そのヘアメイクさんがなんか仲いいって、うん、その彼女と、うん、え、なんか今度ご飯行きたいって言ってたよって言われて、で私もなんとなくお話したいなじゃないけど、うん、相談ねし合ったら、うん、なんかちょっと分かり合えそうとか、ね、うんうん、仲間が多い方がいいもんな、仲間とか言ったらバレるバレへんやろ、そういう意味で言うてないから、そういうこと言うからバレるか、そうや普通に仲間が多い方がええやな、そう、みんな仲間、うん、でご飯食べに行ったんですよ、うん、普通に楽しく2人で行ったんですよ、うん、で終わってまた行きたいみたいな、仲良くしてみたいな、うん、まあいい感じで終わったら、うん、その後になんかまたヘアメイクさんから、うん、かよちゃんさみたいな、なんかあった、うん、って言われて、うん、何にもないよみたいな、めちゃこのご飯食べに行ってなんかすごいなんかいい子だったみたいな、うん、あ、本当みたいな、うん、なんかちょっと変な感じになって、おいやなんかみたいな、多分違うと思うんだけど嘘だったらごめんねみたいな、自分がテレビに出始めたらカヨがすごくすり寄ってきた自分に、ほう、でなんか仲良くなってテレビ一緒に出たりとかしようとしてくるって、うん、周りに言ってるんだよねあの子がって言われて、怖怖いね、え、なんでそんなこと言うんだろうみたいな、いやそれ知ってるだろ、カヨちゃんがこうわーって仕事でテレビ出てる自分はってなった時にそういう言葉で自分の精神を保たなやってられんかったんじゃん、あ、逆に、うん、え、これじゃあ最後、最後これ聞いて終わろうかな、うん、生きてく上で大切にしてることって何ですか。えらい深いテーマきたね急にね、昨日の自分より今日が幸せ、はい、カレンダー欲しくなるよあ、昨日より今日の方が楽しかったなって思う日々をなるべく過ごせたらなと思う、うんうん、だから、うんうん、でも現実問題不可能やね、うん、そんなことは不可能やねんけど、うん、仕事詰めでプライベートも何にもしてない一日があったとしたら、はいはい、その次の日は絶対プライベートで遊びを入れるようにする、うん、だから極論言うと
同じ一日を繰り返さないっていうことなんだけど、はあ、うん、例えば芸人さんとかでおるのはゴルフ大好き、はい、3泊4日ゴルフする、はいはいはい、でも俺の性格的には3泊4日ゴルフするって言葉で言うと4日間ゴルフするになる、はあはあ、あんま好きじゃないの、へえ、1日目ゴルフしたら2日目は観光、3日目は温泉とか、なんか違うことしたいの、ほんならなんか昨日の自分よりなんか楽しいことしたっていう錯覚に陥れるから、俺は新しい発見するのが好きな方なんですね。そうそう、うん、できることならなるべく一日一人初めての人と喋りたい、へー、だから性格的にはこの仕事が向いてん、だから芸能界って仕事が違うやんか、ね、同じ番組でもやること違うやん、そうですね、だからそこは性格的に向いてるし、うん、いろんな人と話すチャンネルやってるから、だからその話す人の数だけ新しいストーリーがあるやん、確かに、を知るのが楽しい、だからあれできへんね、ゲームとかもそうやけど、もう一回やるとか、はあ、同じ場面をもう一回挑戦とか聞くとか、うん、そう、例えばロールプレイングゲーム、ドラゴンクエスト一回やってクリアしたらもうできへんねん、飽きちゃうねん性格的に、でもなんかそこは一番大事にしてるかな。疲れた時とかは、そうやって毎日なんかいろんな人と会ってたりとかして疲れたりとかしないんですか？する。でもするけど、俺は結局その疲れを癒すのも人やと思ってるから。仕事で朝から晩までもう仕事しかしてないね。うん、で夜の11時に終わって、うんうん、まあ一人でちょっとご飯食べて家帰って寝て、で今日やねんな、うんうんうん。だから昨日もう仕事しかしてない一日やから、今日仕事終わるの夜の10時とかやけど、うん、絶対に10時以降誰かと飲みに行こうって決めてんね。あー、オンオフのね、そう、人なんか、うんうん、昨日誰とも仕事以外で喋ってない、プライベートが充実してない、はいはい、これが続くのが嫌やねん。なんかわかる、なんかちょっとは共感できる、うん、他の人からすると、うん、そんな疲れてるのにまた人に会って疲れないってね、そうそう、いう人もいるけど、でもなんか違うんですよね、うん、その仕事場で出会う人とプライベートで出会う、心許してる人との会うその空気感っていうのが違うから、うん、ここでもう癒しが成立するっていうか、そうそう、なんかあのストレス抱えたまま睡眠時間長いよりかはストレス解消して睡眠時間短い方がいいね。あ、そうか、うん、でも早死にはすると思うで。でも私もなんかあんまり長生きしたいってあんまり思ってない。俺長生きしたい、したい、うん、けど早死にする分かんない、でもいつ死ぬか、いやそりゃそうやそりゃみんなそうやあと決めてるのは人生で絶対に食べたいと思う食べ物を3食食べる。今午前中やんか、朝ごはん食べずにここに来てもええわけやん。でもこう現場来てからパンと唐揚げくん食うてたやろ。あ、食べてた。であれが何でもええねん、何でもええけど1日3食は少量であってええから食べるって決めてる。食事大事、めちゃくちゃ大事。まあでも大事、それだけで自分のご機嫌取りじゃないけど、そうそう、自分をなんか癒すためにはやっぱ食事は大事だと思ってるから、それはするかな。いいな、なんかそういうなんか食事とか当たり前のことだけど、そういうのをなんか一緒に食べながら分かっちゃうことができるパートナーにも出会える、うん、そうね、出会えたな、ね、なんかそういうのすごいいい話ですね。なんかあんの？じゃあ人生で大事にしてること。え、私？うん。いろいろあるけど考えすぎてもダメになるから。そうね。もうこれだけ自分に厳しく人に優しく。まあそれができたら一番ええよ。いやこれ私できないから、例えばこうゲームでね、うん、みんなが諦めたり、みんながこう嫌な空気になってても、うん、私一人が諦めないで、私一人が光になればいいと思って。やってます。すごい決意を持ってゲームやってるやん。そう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 、俺だからそれでけへんから、うん、人に優しく自分に優しく、あ、自分にもね、うん、うんうんうん、にしてる、うん、無理や自分に厳しくすんの。いや、もともと多分なんかその潜在意識というか、うん、人間レベルで多分ちゃんと自分にこうなんだろうな、無意識にできてるんですよ多分。厳しくできてんのかな。もうだから朝起きなきゃいけないとか仕事行かなきゃいけないとか、なんかこう普通やろ。じゃでもそれができてなかったんですよ私。そうなん、できてなかった、できてなかった、超わがまま、超マイペース、超気分屋だから、もう
人に嫌われるものしか持ってなかった。若い頃は。そう。うん、だけど、やっぱこう大人になってくるにつれて、なんかこう周りの人のありがたみとかをね、いろいろ知ってって、ああ、もう感謝だ、感謝だと思って。今の理論で言うと、うん、人生で大切にしてること、うん、もう俺は死ぬまで人に助けてもらうって決めてる。他力本願を悪いことやと思ってない。はいはいはい、周りの人に助けてもらって、なるべく甘えるような、人生を過ごしていこうって決めてる。でもそうですよね、うん、その人それぞれ役割が違うから、うん、甘えられるのが上手い人もいれば甘えるのも上手い人がいて、そうそう、人それぞれ違いますからね、うん、完璧な人はやっぱいないし、いないよ、うん、人の数だけ形があんねんから。そうですよね、うん、その通りだと思います。しみじみなんか疲れましたね今。なんかね、浸ってたね、お茶を飲みながら人生を振り返るみたいな。いやー、それはいろいろあったもんね。いやでもなんか私すごい楽しかった。やっぱこうこんだけ密に、うん、多分井上さんと喋ることなかったから、ないない、うん、こんなゆっくりいろんななんかこう話できたのがすごい楽しかった。いや俺も楽しかったですよ。テレビと YouTube を分けるつもりはないけど、はいはい、テレビって台本があるやん、はい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 、ルールであったりストーリーにのっとった中で自分が何するかやん。そうですね。でもこういう YouTube って台本がないからね。ないないない。言葉悪く言うとダラダラできるやん。わかる。でもそれ結構ちょうどいい。そう、わかるわかる。だからいろんな話ができて楽しかったでも最初怖かったですけどね。なんで？え、だってもうほら井上さんのチャンネル結構もう本当に攻め攻めだから、うん、もう何聞かれるかなとかっていや、そんな変な質問してないでしょ。そう。でも変な話してたよ。変な話してた。しちゃった。出てた。出てたってここの話の？ここの出てた、出てたの話はあなたが勝手に喋ってるの、ここの話。うん、いや、ね、その話はもう井上さんのチャンネルで見てください。ちょっと概要欄にも貼っておきますので、どちらのチャンネルもお楽しみください。はい、ということで今回は井上さんの。ということで今回はノンスタイル井上さんに来ていただいて、なんでノンスタイル入れなかったの？え、正式名称かなと思った。いや、ええよ別に。失礼かなと思った。いやいや、なんとも思わへん。本当ですか？うん、井上さんにね、はい、お越しいただいてちょっとコラボっていう感じで、はい、質問答えてみました。いかがでしたでしょうか？皆様のコメントもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。